ファイナル 3AA 世界タッグ選手権試合60分3本勝負を行います。さあ、それでは両コーナーがこれから紹介されます。コーナー135番は中西真桃、2度目のビッグタイトル挑戦、中西桃江。同じく格闘集団ユートップ150番前川邦子、ベルトをユートップスに持ち帰ることができるか、前川久美子。赤コーナーチャンピオンチームラスカチョーラスオレンタレス165番ミカエツ、3WA 世界タッグチャンピオン、まずは三田悦子。同じく145番の下田リーガン、そして2人のラスカチョーラスオリエンタレス下田美馬。前川久美子の頬にポーンと今、張り手のような形で挨拶を行いました下田美馬ですけれども、宮本さん、この中西桃江がチャレンジャーサイドにおりますけれども、当初渡辺智子、前川久美子というタッグチームが挑戦する予定になっておりましたが、はい、渡辺智子が、今までの怪我にも加えまして、さらに左の鎖骨を折りましてね、そうですね、出場ができなくなりました。はい、まあ、9月20日のですね、21日ですね、はい、川崎体育館、まあ、あそこの金網デスマッチで、まあ、無理をした出場したんですけども、はい、まあ、そこでその左の鎖骨を折れたプレートがですね、プレートで止めてたんですけども、はい、これがもう壊れちゃいました。そうなんですね、まあ、サイド骨折という事態になりましたね、まあ、これはもうしょうがないんですけどもね、まあ、このタイトルマッチに照準を絞っていただけにね、今日は本人からも会場の皆さんに挨拶というシーンもありましたけれども、その代役、まずは中西がリング上、三田悦子にいいようにやられる形になっております。中坂さん、はい、しかしやはり今日の試合、中西本人もね、キーポイントはやはり私の働きであると思ってるらしい。あ、分かってるんですか。やっぱ試合前、いつもにも増して、はい、アップを入念にしてましたね。あ、なるほどね、やっぱり期するものはあるでしょう。自身2度目のビッグタイトル、この 3WA のタッグのベルトに挑戦しております中西。今度は下田美馬、リング上顔面へのキック、ストンピングが続いている。この中西もちょっと試合前にも表情を見たんですけどもね、ガチガチでしたね。いや、やっぱり、まあ、函館でですね、伊藤と2人で一度挑戦してるんですけども、やっぱりこういう横浜の会場というのもありますしね、まあ、まあ、新生全場になってですね、初めての、まあ、ビッグ会場での試合ですから、そうですね、やっぱりいろんな意味がありますよね、でやっぱりそういう責任感もあるでしょうし、ここでやっぱりベルトを取り返したいという気持ちもあるでしょうしね、まあ、でもいい根性してますよね、この三田下田にこうやってね、堂々と立ち向かっていくんですから。そうですね、ここはロープを利用されて顔面のあたり、目のあたりを痛めつけられております中西。96年7月デビュー、これでデビュー2年目に入っておりますが、新人王、そして全日本ジュニアのベルト、まあ、順調にここまでステップアップしてきたわけですけれども、まあ、ちょっとこのまだ世界のベルトには厳しいかなというような感じがありますね。この2年目でベルトに手が届くんでしょうか、中西桃江。しかしここは厳しい状態が続いております。三田悦子、そして下田美馬の集中攻撃にあっております。チャレンジャーサイドではじっとこの戦況を見守っております前川久美子。この前川久美子、渡辺智子で当初はこのベルトに挑戦する予定でした。急遽登場した中西、果たしてこの逆境を乗り越えてベルトを手にすることができるでしょうか。カウンター2、チョークが入っております。まあ、チャレンジャーサイドから見ましてもね、ここは大きなチャンスなんですけれども、やっぱり今はちょっと厳しい状態ですね、中西は。そうですね、まあ、立ち上がり一生懸命やってるんですけどね、はい、まあ、三田と下田にすればちょっと遊んであげてますよっていう、そんな感じですかね。そういうファイトぶりですよね。フロントからスリーパー、そしてそのまま倒れ込んでいきます。ボディシザーズから、まだスリーパーの方は外れていないようです。あ、チョークに入っております。ここは一旦ブレークか、まあ、さらに強烈、一度は抜けましたが、今度は中西が噛みつき、
この辺りで一矢報いようというところ、流れを変えることができるでしょうか、中西桃江。ああしかし今度は中川で、おそらく今足を噛んでいたように見えましたが、三田悦子であります。ロープに振る、うまく避けた、逆さに抑え込むがどうか、カウントは2。そしてようやく今前川久美子にタッチです。前川ちょっと手ごわそうな相手が出てきました。三田から手を伸ばしていく、今がっちりと、さあここは前川がニュートラルコーナーに振った、前川の方の投手が勝っていたか、下田も蹴倒す、下田も蹴倒す、前川久美子、この勢い前川久美子、一瞬何か下田美馬がたじろぐようなシーンでした。ダブルの攻撃、チャレンジャーサイド、足を取る、リングの中央、おー強烈、もう一発、この蹴りがあります。何度となく勝機を呼び込んできたこの蹴りがあります。前川久美子、早くも試合時間の方が5分経過、グラウンドに移行していきます。あーしかしここで椅子、流れは再びチャンピオンか、本当に前川がこう成長著しい感じですね。そうですね、やっぱり渡辺がいない分ね、やっぱり自分がやらなきゃっていうね、そういうものがありますね。そうですね、この辺何かチャレンジャーというような雰囲気ではありません、前川久美子。そして張り手、ちょっと下田美馬の動きがいつものスピーディーさがありません。一方的にやられるような形、まだ下田いいところ出せませんね今日は、さあさらに攻撃がついていく前川、カウントは2。60分の3本勝負、2本取った方に勝利ということになります。下田もようやくエルボーを繰り出していきますけれども、いつものようなラフファイト、ここまでは影を潜めております。顔面を抑えている前川、あこれはこれからが怖そうな下田美馬ということになるんでしょうか。膝をぶち下げていくがハイキック、そして後ろ回し蹴り、顔面のあたりを的確に捉えていくことができるか、やや薄かった、下田にしてみればここは危ないところ、ようやく今三田悦子にタッチをして、さあダブルのチョップ三田悦子、語れこの野郎、ゆっくりと前川久美子を立たせておいて、さあ担ぎ上げる、バカ野郎おこれを、しかし次のキックが待っていた、一旦はこのキックを避けましたけれども、次のキック、前川久美子今日は充実している、この野郎、ハイキック、これは避ける、担ぎ上げたが、あこれもよく見ていた、逆さに抑え込む、ラウンド2、ここで中西の登場です。リング上は中西、そして三田悦子、三角飛びからこれは避けられた、お腹のあたりを強く打ちました中西桃江、ロープに振る三田悦子、今度は中西、さらに受け止めるか、いやそのままカウントが入る、どうか、カウント2、さあこのまま休まずに攻撃を続けていきたいところですが、エルボーバックを取ることができない中西、ニュートラルコーナー高さがあります、しかしカウント2、何かこう宮本さん、チャンピオンサイドも流れが行きかけてるんですけれども、チャレンジャーサイドがそこを食い止めてるというような感じですね。はい、そうですね、中西君もおっとちょっと足を滑らした、これ危ない、椅子を持って待っておりましたが、それが目に入ったんでしょうか、体勢を自ら崩すような形で避けていきました中西、
ハイガーに行けない、逆に抑え込まれる、チャンピオン AFC、カウントは2、チャレンジャーの動きがここまではいいです。ミドルキックからロープに振る前川久美子、おお、これは後ろから椅子、ミカの椅子攻撃が待っておりました。試合時間はすでに10分。あ、この位置からも蹴りを出します。前川ニュートラルコーナーに振って、さあ満を持して二段蹴りか、高戸俊を避けておいて、下田は場外へ戦場を移します。放送席前から、あ、これは観客席の方に行きました、観客席の方に行きました。逆サイドでは三田悦子、こちら側では下田は前川久美子、壁に叩きつけた。この序盤から中盤一気にラフファイト、チャンピオンサイドへと流れを持ってこようというところ。あ、これはどの辺りにいるんでしょうか。横浜文化体育館、会場全体を使っております。ようやく今エプロンに戻ってまいりました。何か序盤チャレンジャーサイドがいいところを見せましたんで、あー、額が割れています。中西の額が割れています。鮮血が飛び散っております。中西桃江大丈夫か。このペースをつかんだチャンピオンサイドがリング上での試合も持っていきそうな、そんな勢いになります ね、 うですね。中西君の流血ちょっとひどいですね。中西はまだ顔からの出血が止まりません。額から激しい出血、リング上では前川久美子が大の字、島田美馬がタイガースプレックス、そのままホールド、カウントが入るか、カウントが入るかどうか、カウントは2。しかし前川立ち上がることができません。さらにもう一度か、いや、これは脳天に蹴り、体勢を落としながら脳天への蹴りです。中西とダブル攻撃、これをかわして、今度はチャンピオンサイド、下田美馬アイス攻撃、これは1、高藤俊、前回はこれで1本取った、今度はどうか、カウント2押し、前川は8月20日にこの 3WA のベルトに挑戦したときにはこの高藤として1本取ったぞ。今日も取れるか、目の前だ、チャレンジャーサイド1本選手、14分31秒、前川久美子、高田落としから大河止め1本取った。さあすぐに2本目が始まります。1本取ったチャレンジャーサイド、中西桃江顔は真っ赤、前川飛び込んでいった、そしてもう一度2段蹴り、この蹴りしかないか、チャンピオンベルトにはこの蹴りか、カウントはどうだ、カウント2。いやー、宮本さん、もうかけてますね、この蹴りに。そうですね、やはりやはり何度となく勝利を呼び込んできましたこの蹴りですけれども、まあ中西君はやっぱり流血してますから ね、 うね、もう自分で、ね、短期決戦で取りたいですからね。顔面への蹴り、そのまま抑え込む、終わってくれか、中西も飛び込みました、チャンピオンを抑えに飛び込みました。しかしわずかに届かず、カウント2、かかと落とし避けられる、しかし中西ミサイルキック、もう一度かかと落とし、まだダメージが残っている、下田美馬、これで沈むか、いや、三田悦子が入ります。間一髪三田悦子、チャンピオン危うし、ベルトはほとんどチャレンジャーサイドに動いている。一気に行きますか、これ。さあ、これ勝ち上がった。三田悦子。いやー、すごい、今もうデスバレーやられましたよね。デスバレーボム、そしてジャーマンスープレックス。しかしチャンピオンサイドもまだ立ち上がることができない。下田美馬まだ立ち上がれない。
場内からは中西コール、全日本女子の中西コール。ロングダンチョップ。下田美誠がまだダメージが残っている。下田美誠はフラフラしている。ようやく三谷タッチしています。まだタッチできませんでしたか。あ、まだタッチできませんね。今三谷タッチしたかったんですけれども、タッチすることができません。チャレンジャーは大きなチャンスだが、それを打ち砕くイス攻撃。痛めているこの額のあたりにもう一度、しかし今度は打ちバックを取った。ジャーマンスープラックス。コールはカウント、カウントはカウントはカウントは2、カウント2。今笹崎和美レフリーの腕がマットについたように見えましたけれども、カウント2。ああ、これは足が待っていました。中西、大きなチャンスをつかみかけました。まだしかしチャンスはあるか、まだチャンスはあるか。逆さに抑え込んで、カウント崩れた、崩れた。カウント2。あ、惜しかったですね。惜しい攻撃が続いてます、はい、宮本さん、これまさかまさか取れるかもしれないですよ。本当です ねこの大場所、横浜文化体育館が大きく揺れています。青コーナーサイドで待ち受ける前川ですが、前川を落とされる。そして中西もそのままなだれ込むように、青コーナーサイド、三田悦子が担ぎ上げる。そしてニュートラルコーナーでは下田美誠が待った。完璧に捉えた。そしてガッツポーズ。カウントはいや、カウント2。前川久美子割って入ります。さあ、この流れどちらに傾くのか。ああ、まだ余裕があります、笑顔の余裕があります。このまま担ぎ上げるのか、デスレイクドライブか。落とされた、と高角度。これは危ない、これは危ない。意識が飛んでいる。カウント3。2本目はチャンピオンサイド。これで1対1、五分です。3分37秒。2本目はチャンピオンサイドが取っております。プロして1対1タイムスコアとなっております。ラスト4。あー、まだまだフラフラ。チャレンジャーの中西がフラフラのまま3本目。前川が助けに入る。ここでデスレイクに持っていかれてはもうなすがありません。前川がなんとか助けに入りますが、あ、これはよく見ていました。逆転、抑え込んで、カウントはカウント2。やっぱりちょっと下田の方も動きはおかしいですね。もう本来の動きじゃないですよね、まだダメージ残ってますね、青コーナーチャレンジャーサイドの方は中西がフラフラ状態。あ、これは危ない、カーボンかと思われました。担ぎ上げられません。逆に逆さに抑え込んでカウント2。チャンピオンサイドの方は下田美誠もやはりかかと落としのダメージが残っております。ロープに振るか、いや振り返すか。カウントは、ここはカウント2。大技には移行できません。中西飛び込んでいく、担ぎ上げられてデスバレか。いや、これはそのままエプロンサイドから場外へ。これからチャンピオンサイド、さらに攻撃を加えようというところ。ステップを刻む下田美誠が三田と2段からそのまま飛んだ。三田も飛ぶのか、三田も飛んだ。決定的なダメージを与えようと三田エスコも飛んでいきました。チャレンジャー危うし。さあ、この闘志の炎をもうほとんど消えかかっているか。前川久美子も尾蹄骨のあたりを強打、押さえております腰のあたり。そして再び場外乱闘。宮本さん、はい、これやっぱり最後と最初とね同じような形で、またチャンピオンサイドが一気に流れを持ってこようというところですね。そうですね、だから場外戦でね、うまくあの流れを作ってしまいますよね、これがまあ最近のラスカチョーラスオリエンタレス下田美香のコンビの戦い方ですね。あ、また机の上で、あ、そしてこちらでバイブドライバー中西を捕まえました。三鷹中西を捕まえました。またしても机が真っ二つ。傑作も投げ込まれた。
リング上が修羅場と化しております。さあこれで何か徹底的にチャレンジャーサイドを葬り去ろうということでしょうか。次々とリングの中央椅子が投げ込まれております。さあ前川久美子まだ意識朦朧、その椅子の上に大の字、中西桃江にはこの椅子攻撃全く想像できませんが、果たしてこれからどんな攻撃がなされるんでしょうか。鉄柵が赤コーナーに立てかけられた、そのなんと鉄柵をはしごのようにして今下田美誠が登っていく。そしてそのまま見たくないシーンだ。鉄柵がチャレンジャー両選手の肉体に突き刺さるような形。フェンスでね、フェンスで爆殺といいますかですね、いやもうたまったもんじゃないでしょうね。これは前川も肋骨のあたりでしょうか、かなり強打しております。そしてリング上はパワーボール。ここまでやるかチャンピオン。あしかし前川久美子がまだ入る、まだ諦めませんチャレンジャー。なんとしても全日本女子にベルトを持ち帰る、その意気込み。椅子攻撃に耐えている。しかしまたしても脳天に椅子、ブルーの椅子がまたしても脳天に突き刺さる。もう意識は何かこう遠のいていく中ですけども、避けていく避けていく、しかし避けきれません。プロレスという枠を完全に超えております。ロープに振って椅子が待っているが、そこに円髄、円髄のあたりに蹴りを見舞いました。前川久美子かかと落とし、やや浅いがそれでも捉えている。もう一度肩口、後ろに回るニュートラルコーナー、三田悦子が助けに入ってデスバレーボム、これをさせません。なおもかかと落とし、あーしかしデスレイク、そのまま投げっぱなし、カウントが入るがカウント2。首のあたりを抑える前川久美子、片やガッツポーズの下田美誠、ロープに振る二段蹴り、顔面を捉える。さあどうか、中西は三田を抑える、カウント2です。場内からは前川に対するコール、決めてくれという悲壮な叫び。しかしここは勝ち上げたのは三田悦子。デスバレーボムからさらにデスレイクドライブに行くのか、あーこれはトップロックからそのまま落とした。これで決まった、これで決まった、カウント3。チャンピオン、やはりチャンピオン強い。三田悦子、下田美誠3度目のタイトル防衛に成功しました。ファイトから勝機を呼び込みましたチャンピオンサイド、これで3度目の防衛に成功いたしました。3度目の防衛成功でございます。三田さん、3度目の防衛おめでとうございます。当たり前なこと聞くなよ。今日はもう余裕の勝利という感じですか。見てわかんないよ。もううるさいうるさいうるさい。下田さん、長期政権を築きそうな、そんな感じの試合でしたけど。だって相手いないんだもん、しょうがない。